はい、いつもありがとうございます皆さん。今日はね、イオンで買ってきた紫水入り軟骨つくねですね。これをホットプレートで焼いていきたいと思います。じゃあ早速油敷いて、まあ、10本入りなんですけど、10本入るかどうかわかんないですけど、とりあえず7本ね、焼いて3本はちょっとまた別で焼きたいと思います。まあ過去にもね、業務スーパーのつくねとかもね、焼いたりとかしてたんですけど、こういうイオンの軟骨もね、初めてで。で、これ、大体700円シリーズのね、冷凍のやつで。で、冷凍ですけど、これ、まあ、一晩冷蔵で、解凍して、こんな感じになってるって感じですね。今の状態ってことで。で、この他にもね、ホットプレート動画、他にもいろいろやってたりとか、スキレットで物調理したりとか、まあなんか物あげてたりとかしますんで、よろしければ他の動画もどうぞ。でね、これ多分ね、美味しそうな動画撮ってきたらなと思ってるんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと覗いてみよう。まあ、何分とは書いてないんで、十分加熱してって書いてあるんだよね。じゃあひっくり返していこうかな。いい焼き色だと思います。まあ、軟骨も好きなんでね、軟骨入りって書いてあるんで、まあだいぶ好きなんで、そろそろ真ん中の多分焼けてると思うんで、
行こうと思います。いただきます。うん、焼き目がパリッとしてね、うん、香ばしくなってちょうどいいっすね。2本目。まあ下味も十分ついてるんで、別になんかつけるとかタレとかねしなくて十分美味しいです。それではね、今日はこの辺で失礼しようと思います。あとはね、一人で食べようと思います。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。それでは、この辺で失礼します。ありがとうございました。